ワイコロアビーチでフィッシュポンドも二つ見える。ワイコロアビーチはアメリカ合衆国ハワイ州ハワイ島西部の南小原にある場所でヒルトンホテルを中心としてハワイ島西海岸の数あるリゾート地でも最大でしかも養殖用の養魚池や岩面彫刻などのハワイ先住民の文化が残っていてハワイの伝統文化も学べるところである。なお、 ハワイの伝統的な土地制度で同じワイコロアに属するワイコロアビレッジはワイコロアビーチから山側へ 9.2km にある住宅兼コンドミニアムのエリアであるワイコロアビーチは世界有数のリゾート地として開発されたヒルトンワイコロアビレッジは約25万平方メートルの敷地内には1500の客室とスイートがありホテル内ではボートまたはトラムで移動できる 1988年に日本の資本でハイアットホテルとして建設されたが、2002年にヒルトンホテルへ売却されている。現在は巨大なホテル施設になっていて、移動に船を利用したり、イルカと遊べる池などがある。ワイコロアビーチマリオットは約6万平方メートルの敷地を持つオーシャンフロントのリゾート。ヒルトンより南にある。 その他のコンドミニアムなどの宿泊施設、ゴルフコースなどもある。また、クイーンズ、マーケットプレイス、キングスショップスは、商店、レストラン群で、リゾート内の訪問者だけでなく、ハワイ島全島の居住者も様々な行事の機会に集まる。リゾート地として開発されたが、ハワイのハワイの自然と歴史も十分体験できる場所である。ワイコロアビーチは、 南小原の穴方丸湾に面していて、岩海岸と砂海岸がある。ここではシュノーケリングができ、フィッシュポンドもあり、夕日の名称でもある。ハワイ王朝時代の交易用小道跡、アラカ川海国立歴史トレイルが、ハワイ島の西部と南部に残っていて、ワイコロアビーチでも見たり、そこを歩くことができる。アンキアライン池の標識炭水海水混じりの池は、海への出口もあるが常に、 真水が潤している池である。1985年より、ハワイ大学の管理する、ワイコロアアンキアライン池保護エリアとなっている。甲殻類、軟体動物、エビの一種などが生息している。アナエホーマルワンの浜川に、クーアリー養魚地とカハッパパ養魚池がある。地形学上は、アンキアライン池で、ハワイ先住民が、坂に魚養殖をしていたところである。 ハワイ先住民は文字を持たなかったが、溶岩の平らな面に様々な図柄をそこここに残していて、岩面彫刻と呼ばれている。ワイコロアビーチは岩面彫刻を最も身近に見られる場所の一つである。ワイコロアビーチへは、粉国際空港から車で、ハワイ修道19号線を鍛え、約20分の距離にある。広国際空港からは1時間ほどかかる。 ありがとうございます。